普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、遅延の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる？ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そうそう、炭鉱さんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しないぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。へたれどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブログを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。どこしてもよろしいでしょうか。誰があんたなんかと。こいつらは？こいつの友達？じゃ、地下の半分を敵に回したわね。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大航空のあたりで厄介事に遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら航空の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。